モゲサルメビットメゴブレボ日本大使の上原です。2017年の8月に赴任してあっという間に3年4ヶ月が経とうとしています。私はジョージアでのミッションを終えてもうすぐ日本に帰任します。今日はこのビデオを通じて皆さんに最後のご挨拶をしようと思います。私の在任中に家内と私を応援していただいた皆さんの友情に対して心からありがとうございましたという気持ちをお伝えしたいと思います。皆さんとの3年間は私たちにとってかけがえのない思い出が詰まっています。日本はジョージアで過去20年間に200件近い草の根人間の安全保障に関わるプロジェクトを推進してきました。そしてこれからも皆さんと一緒に困難に直面している人々の生活を守る取り組みを進めていきたいと思っています。皆さんとの思い出は数多くありますが、メスティアのリハビリ施設で一緒にケーキを食べたギオルギ君との楽しいひとときは今でも忘れられません。これまでの3年間にたくさんの楽しいスープランにお招きをいただきありがとうございました。ブドウ畑の横でワインを飲み交わすとき、ジョージアにとってワインが特別なものだということを実感しました。シュクメルリは日本でもとても人気のあるジョージア料理ですが、ラチャのシュクメリ村でご馳走になった本物のシュクメルリには村の皆さんのホスピタリティがたくさん詰まっていました。自然と神様が一体になっている古来の日本文化のせいかもしれませんが、ジョージアの森の中では木々や岩々にたくさんの精霊が宿っているような不思議な気持ちになることが多くありました。そしてそれとは対照的な経験でしたが、トビリシの旧市街やルスタベリ通りには貴婦人の残り香のような気配があり、ジョージア文化の奥深さを感じました。素晴らしいジョージア民族舞踊団のダンスやポリフォニーにはいつも圧倒されっぱなしでした。一方でクラシック音楽をはじめオペラやバレエにも本当に楽しみでした。ジョージア独自の文芸が育み続けられる中で、西洋の文化が円熟しているところに文化の十字路としてのジョージアの本当の大切さを感じました。とりわけ多くの日本人が敬愛するニーナ・ナニアシビリの率いるステートバレエ団では日本人ダンサーたちが活躍していますので、日本大使としてはとても嬉しく誇らしく思いました。新型コロナの感染で全ての劇場は大変な状況だと思いますが、一刻も早く市民の生活が立ち直り、ジョージアの大切な文化芸術が活力を取り戻すように心から祈っています。ところで10月31日はジョージア議会の選挙日でした。ジョージアにはいろいろな課題がありますが、私はジョージアの民主主義は確実に進展していると信じています。多様な文化、多様な言語、多様な価値観を持つジョージアは多様性のるつぼであり、包摂性の高いジョージア独自の民主主義をに向かう道は日本も含めて世界各国のお手本になると思っています。コロナの感染が厳しい状況にある中で、与野党が力を合わせて真剣にジャスティス、経済、福祉などの改革を進め、ジョージアの歩むべき民主主義の形を国民に分かりやすく提示し、素晴らしいジョージアの国づくりを進めていってほしいと思います。私にとって皆さんと過ごすことのできた3年間はとても幸せでした。これからも日本とジョージアの関係がさらに深まるように期待しています。ディディマドロバ。